はい、おはようございます。タクです。今日が2022年の8月の30日、天候の方はですね、曇り、いや明るい曇りですね。最高温度の方も30度とかはなくなっちゃって、25度、24度、そのくらいの予想になってます。今日もですね、秋を感じさせる一日になるのかなっていうふうに思うんですけども、逆に海の中は真夏、もうギラギラ状態です。水温の方どのくらいになってるかもちょっとチェックしながら、直行したいと思ってます。じゃあ、こもってきます。はい、フィデラブラフィールドアンバサダーのタクさんでございます。南川辺のとある漁港に来ております。風の方は今のところ0メートルですね。無風状態で、やっぱり曇りですね。まあ暑くもなく寒くもなくという風な感じになってますね。とりあえずですね、この夏枯れと呼ばれているシーズン、何が何でもですね、今日も1枚欲しいなという風に思って直行しています。新しいプロトの方もですね、どういう風に誘えば、効率的に1枚取れるのかということも検証していきたいなという風に思ってます。じゃあ頑張りますね。サバちゃんがですね、非常に多いですね。近釣り師さんが悶絶してますね。コマセを入れるとサバちゃんしかいないというふうにこう言ってますね。先ほども2名3名いたんですけども、竿を出してすぐサバが来るんですね。そうなるとまた移動を繰り返しているようで、かり夏になっちゃいましたね。ちょっぴりだけ竿先を触った子、なんかいますかね。ちょっと触ったような気したんですよね。なんか引っ張ってますね。なんかかかりました。黒頭ですね。三丸ギリっていうところでしょうか。嬉しい一枚ですね。朝からずっと竿を振ってて、今来ましたね。なかなか侮れません。よいしょ。いやーでも、嬉しい一枚ですね。やっぱりね、夕まずめかなーって思ってたんですけど、夕まずめの前に、こういう一枚が出るっていうのはすごくいいことなんですね。で、得て増えて、ね、今使ってるプロトが、どういう風なシチュレーションに強くて、どういうシチュレーションに弱いかっていうことをですね、明白にすることも、私の役目の一つですね。こんな感じです。今の当たり方なんですけども、いつものようにキャストして、こう、ちょんちょんしてきて、で、ちょんちょんも、強めにちょんちょんしたり弱めにちょんちょんしたりしてたんですよ。今なんかちょっと当たってましたね。なんか違う子かな。なんかサバっぽい。なんかついてますね。うわ、なんか直線的。うわ、この子でした。泳いでパーッと走ってったんですね。明日はですね、今晩から雨の予報なんですね。雨が降る前に人騒ぎあるんじゃないかっていうのもあるんですけど、なかなか口を使ってくれませんね。今
車のヘチを探ってましたら、カカッと当たりましたね。少しだけプレッシャーをかけて今様子を見てる最中です。あれ離しちゃったかな。いやー、くー、追ってきてるかな。まだ誘います、まだ誘います。いやー、口を使ってくれません。いつの間にかですね、顎いっぱいに、またなってしまいましたね。どうしたもんでしょう。なかなかやっぱり口を使ってくれないですね。なんとかしたいです。もうちょっと頑張ってみますね。とうとう雨が落ちてきましたね。あと何分持ちますでしょう。あ、クロちゃんですね。よいしょ。はい。まあこんな感じですね。ちっちゃいお子ちゃまがいるご家庭の方に申し上げたいんですけども、ご家族で、釣りに行った時、こういう手のひらサイズでも最初の一番最初にお子様が釣ってくれた1枚はですね、持って帰って食べさせてあげてください。物心がつく頃にはですね、ちっちゃいから話してあげようよっていう言葉が必ず出てきますので、ファーストフィッシュは持って帰って食べてあげてください。その方がお子様楽しい思い出一つ増えてすごく楽しく会話してくれるんで、はい、ぜひそうしてください。もうなんか雨足が速くなってきましたね。くー、いやー悔しいですね。もう一枚釣りたいんですが、ちょっとギリギリまで粘りたいですね。なんとかもう一枚。当たりはね、ちょこちょこあるんですよ。ちょこちょこあるんですけどね、食い込むまでステップしないんですね。追ってきてることは追ってきてると思うんですよ。ただこうおたわむれ状態で一緒にこう泳いでるっていう感じなんですよね。いやー、なんとか、ダメかな。口を使いませんね。非常に厳しい状況です。まだ放送まで時間はあるんですけどね。おめでございます。結果からして申しますと、今日はキープサイズ1枚という結果となりました。なんとかですね、万能おかずだけは、ちゃっかりキープ、できまして、でもちょっと厳しかったですね。こう、ピューとキャッとするでしょ？で、こう、ちょんちょんしてくるじゃないですか。で、餌、これブラだとしてね、こう、ぷっぷっぷっとこう、ちょんちょんしてくるでしょ？カレーちゃんがスーッと来て、こう端っこをね、こう、プッと押さえるんですよ、口で。で、あっ、と思って、で、前回は、この、ふっと来た時に、逃げちゃうよって話したんですよ。ちょっとだけ。そうすると、カレちゃんが、あ、俺の、みたいな感じで食ってきたんですよ。今回は、
全然そういうのなかったですね。あの、日替わりメニューじゃないですけど、今日はですね、非常に渋かったです。で、あの、いつもあの、ゲストで来てくれるガヤちゃんとか、あとあの、サバくん、カジカちゃんが、全然来なかったんですよ。で、朝入庁して、で、この1枚目、ね、キープサイド出るまで、ずーっと当たりないんですよ。いやー、さすがのたくさんも心折れそうでしたね。で、違うとこを、まあ、行ってみて、あの、調査したり、まあ、いろいろ有効に時間は活用させてもらったんですけども、結局、一番最初に入ったとこに、また戻ってきて、キープサイズを出したっていう感じだったんですけども、非常に厳しかったですね。で、あの、天気の方も、あの、前倒しじゃないんですけど、早めに崩れてきちゃいまして、いやー、今、あの、結構、雨足立てて降ってきてるんですよ。あんまり降らなきゃいいですね。また濁っちゃって入庁できないとかっていうことが、始まってきますんでね。はい。で、今時期ですね、今日見たく、こう、渋い時って結構あるんですよ。これ、普通にあることで、夏枯れ、夏枯れっていうふうに皆さん、呼んでるんですけども、魚はいないわけじゃないんですけども、なかなか、今日みたいに口を使ってくれない、悔しい思いをしてるアングラーさん多いと思います。でもですね、今、その釣れない魚から何かを学び取ってください。その何かを学び取ることによって秋のハイシーズンにつなげていくっていう、思想のもとですね、持ってる五感を最大限に活かして、ぜひ一枚取りにかかってください。はい。必ず、秋はやってまいります。ハイシーズンも確実にやってまいります。その時のために、今勉強しましょう。ね。じゃあ、楽しい釣りを。はい、タックでございます。今日調校してきたんですけども、気づいたことがありましたんで、ご報告申し上げたいなと。夏ということで、朝晩は結構冷え込むようにはなったんですけども、海の中ってまだ遅れて、こう水温とかも上がったり下がったりするんで、まだ水の中は真夏の状態なんですね。それでも去年よりは長雨だったり直射日光が届いてなかったりして、水温的にはさほど上がってないんじゃないかなと思うんです。でもかなり今日あたりも食いしぶってます。こう前回はですね、ピュッと投げてこう当たりがあるブラがこうパッ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 と泳いできて、カレちゃんがこう来て、こう、ハムッと、こう、何の気なしにハムッと言ったものが、ほれ、逃げちゃうよって言った時に、パッ、俺のって食ったんですよ。今回は全くそういうのもございませんでした。で、いつもだと、カジカちゃんや、サバちゃん、ね、ゲストとして、ね、パンと来たり、あ、何ってなんかかかった。っていうと、サバだったり、カジカちゃんだったり、で、来てたものが、今日は一匹も来なかったんですね。非常にこれ何なのかよくわかんないんですけど、異常なまでに、食いが渋かったです。プラキャストして、こう、引っ張ってきますでしょ？で、カレーちゃんがスーって寄ってきて、ほって、触るんですよ。で、触っても、ほら、早く食べないと逃げちゃうよってやっても、カレちゃんここにいるんですよ。でブラン、どんどん離れちゃうんですよ。そういう状況がすごいありました。で、午前中に入庁して、午前中に一回だけ当たりがあったんですね。で、そういう当たりです。で、当然キャッチできなくて。で、午後から、なんとかキープ、サイズが1枚出て、リリースサイズが2枚出てっていうパターンだったんですよ。で、こういう時どうするか、当然こうここがダメだからちょっと隣の漁港、またその隣の漁港で漁港ランガンして歩くじゃないですか。で、今日もそれしたんですけども、で、その中で一番当たりが出たのがそこの漁港だったんですよ。ハムハムしてダメだったっていう当たりですね。で、結局そこに戻って竿を振ってやるしかなかったんですね。でも、とにもかくにもまあ1枚出たということで、まあ
胸をなで下ろすという状況だったんですけども、もうこういうふうに夏枯れ、夏枯れっていう言葉あるじゃないですか。これ、発想の転換なんですけど、魚がいなくなって枯れてるんじゃないんですね。魚はそこにいるんですよ。口を使わないだけ。ね。人が、竿を振る人間が、心が枯れてしまうから夏枯れという。そういうふうに思ってはいかがでしょう。信念に基づいて竿を振るしか今は手立てがない状況です。非常に苦しい状況だとは思いますけども、まあ、ピンポイントで夕まずめ、攻めるだとか、限定2時間なら2時間、ね、満潮干潮を見ながら、ここを攻めるっていうやり方、そこに全神経を集中して打ち続けるとかですね、一応のように作戦は必ず立てて直行するようにしましょう。それが1枚、それが2枚というふうに積み重ねていけば、必ずいい釣果に恵まれるはずです。じゃあ、楽しい釣りを。